とかを気にせずの飲める日がたまにあると楽しいですけどね。そう制作に二日酔いとかしたりするの。二日酔いしたりしますよね。なんでちょっとあんまりこうペースをよくまあみんな言うよね、三日酔いとかね。言いますね、三日酔いする時ありますね。やばいな、そりゃ。そう、あとはなんか、食べるタイミングを見失って、そう食べないとダメよ。飲んでると三日酔いなんですよね。飲む時食べないとそうなんですよね。たまにとんでもない時に二日酔いしてたりしますよ、俺。あのライブの、ツアーの時やばいですね。でもツアーは一番タイミングですもんね、なんかやっぱりバンドで普段やっぱ東京とかだと飲めないけど、うん、結局ね、食べてないとダメです。そうですよね。時計で行くと結構。じゃあいろんなお店に行って飲んだりするのも好きですか？あの みんなで飲むのが好きです。あ、そうなんですね。じゃあ打ち上げが楽しみです。でも本当コロナ中だったんで、この3年ぐらいこう制作した人だったりとか、はい、チームでもあんまりこう、打ち上げの場がやっぱり少なかったじゃないですか。でも打ち上げの場でこう深まる次へのモチベーションってきっとあると思うから、あるよね、重要だよね。なんかね、ちょっとやりたいなって最近思ってるんですけど、いろんなカルチャーがちょっと変わりました。そうだね。この3年で新しく始めたこととかありましたか？始めたこと、レコードを取り立てたないね。レコードを買い続けレコードを買い続けて、はい、なんかあります？いや、そうですね。少林寺始めたとかね合気道とかなんかやってみたいね。あ、でもボクシングとかね、なんかメンタルが鍛えられそうですもんね、うん、もう少し鍛えないとかなそうですか。いやでも私もメンタル、あれここで、見てるのかな。合気道なんかいいんじゃないですかね。やってみ、なんか音楽以外の趣味、澤部さんとかも漫画すごい詳しかったりするじゃないですか。おー、まあオタクだな。オタクですよね。すごいな。音楽以外の趣味、運転。おそこね、なんか一人旅好きなんですけど。いいね。一人でロンドン行ったことがあって、それもすごい楽しかったんですけど。俺も行ったよ、一人で。一人旅っていいですか？ロンドン行ったの？ロンドンめちゃくちゃ楽しかったです、ね、楽しかった。え、何日ぐらい行ったの？ん？何日ぐらい行ったの？でも10日ぐらいしか行ってないですけど、住みたかったですね。2週間ぐらい。あ、いいですね。ずっとレコード買ってたでもなんか歩けばもういいミュージシャンがいっぱいいるじゃないですか、道に。あれもすごい楽しくて。なるほど。何年ぐらい？2010、うん、何年ぐらいだろう、6、5、6とかでしたかね、うん、一応ちっちゃいギターも持って行って、トラベラーズギターっていう、歌ったの。それがなんか歌えばよかったのに、ずっとホテルの部屋で歌ってました一人でそれもいいな、なんか勇気ないみたいな。なんか毎日こう楽しすぎて帰ってきたら部屋で曲作りたくなって、曲作って3時とかになって、それで朝もう公園行って本読みたいなとか思って、パニーに買って、だから6時ぐらいに起きるっていう、毎日 2,3 時間ぐらいしか寝ない毎日でした。え、何、ハイドパーク？ハイドパークとか行って。え、宿がその辺だったの？宿なんか点々とした記憶があるんですけど、でも基本ロンドンだけだったんですよね、その時は。やっぱりなんかライブもチケットが安かったりするじゃないですか、日本より。毎日なんか行き当たりばったりでライブ行ったりして、ロイヤルアルバートホールとか。これはいいね。そう、でもロイヤルアルバートホールも当日券が安いんですよね。当日券が1000円ぐらいで、すごいなんだっけ、いいライブ見れて。パブ行った？パブもいろいろ行きました、うん、でもレコードって海外でいっぱい買った場合って、うん、持って帰るよ。持って帰るのすごい大変じゃないですか。重いよ、重い。すごいですね、
ギリギリで来る。割れそう、怖いし、割れそうっていうか。